皆さんこんにちは。こんにちは。12月31日日曜日235回目の放送です。川の名の虹をつかむ男、代理 MC のパーソナルトレーナー村田です。お願いします。お願いします。さあ、そんな放送のゲストはどなたでしょうか。はい、それではパフノイドのギターボーカルのとちぞうさん、どうぞ。お願いします。よろしくお願いします。東京浅草で活動しておりますギターロックバンド、パフノイドのボーカルギターとちぞうです。よろしくお願いします。お願いします。今年ね、25周年をパフノイドさん迎えました、はい、すごい。はい、でちょうど今日が11月の4日で、来週の11月12日ですね。ちょっとこの放送の時は終わってますけど、パフノイドさん初のワンマンライブをします。それでですね、もうその日の通しリハがあったのでほぼほぼ寝てません。としぞうさんも、はい、はい、まだね、あの43歳か、43ですね、うん、まあでも44と一緒ですよ。そう、私とミヤさんと同じ年です。奇跡の44歳ですね。あと、はい、あのカメラマンの方も実は一緒って話を聞きました。もうやった増えました。客席から、はい、増えました、増えました。奇跡の、ね、奇跡ですね、はいはい、で、あのパフノイドさん、はい、浅草歌劇場、はい、11月12日、うん、はい、17時オープン、18時スタートでされますよね。大体どのぐらいの時間ライブされる予定なんですか。はい、ワンマンですので1時間半以上はやると思います。何曲になりますか。20曲近くですね。すごい。そう、ワンマンって MC の時間とかあるんですか。喋る時間一応ありますけど、僕は喋りは得意じゃないです。そうなんですか、はい、歌うのはね、すごいんだけど、歌うのも得意ではないです。いやいやボーカルですよね。はい、気持ちで歌ってます。もう前回、この間見たときすごかったですね、はい、歌。あ、ありがとうございます。めっちゃなんか気迫に押されて、ハロウィンの交流会の時ですよね。そうそうそう、この間ですけど、初めて聞いてすごいなと思いました。基本なんかマイクがいらないんですよ、としぞうさんの場合ね。声が大きくしちゃってるんで、設置されてても、あまり使わず歌うっていう路上ライブ、ね、路上ライブもよくやってて、はい、そうですね。そうなんですね。もう素敵な、僕のいい素朴な疑問、はい、その髪が緑色じゃないですか、はい、それはずっと前からですか。そうですね、割と5年ぐらい、3年は確実に。もうブリーチ、ブリーチで、ブリーチで色入れてですね、うん、もうその年だと髪やばいですね。そろそろね、はい、TPO を考えろっていうのをよく言われますよね、40入ってからなおさら、はい、羨ましくて、僕緑色っていうのが、でも、でもそれはそれでいいですよね、その人によってっていうか、うん、やばいですね。俺が羨ましい話は、やったらいいじゃないですか。いや、片付けてないですよ、ここから、ここからかといって別に何もないけど、染めてみますって言ったら、染めてくださいよ。染め、はい、ちょ、ないです、染めてみます。違う、それはいいけど、これを機会に、違う、いや、なんかこう染め、ちょっと頭皮の方が僕心配でね、心配です。で、なかなかできないんですよ。あの頭皮マッサージっていうのがあるので、これなんとかなる、なります。はい、あの私一応美容の仕事をしてまして、あのこう見えても一応サロンの経営者というかね。あ、そうなんですね。初めて聞きました、僕。僕も初めて聞きました。すごい興味が。女子力ありません。女スタってるって言われてるので、やばいですよ。そのなんかもう機械があるんですよ、ちゃんと頭皮マッサージをする機械が、クシガみたいなブラシをして。すごい、みんな興味。高いんじゃないですか、でも絶対。なんかもう、うん、あの興味があれば個人的に声かけていただければと思います。ちょっと、はい、あと、とちぞうさんは料理が得意なんですか。料理得意です。得意、まあ好きですね、はい、うん、いろいろ配信なんかされてて、はい、YouTube もやってます。あ、料理の、はい、すげえ。だからそれもあのファンの人とこう交流しながらやってるんですかね、はい、生配信もあったり、うん、YouTube でもう録画したもの、結構しっかり撮ってアップしたりもしてます。めちゃくちゃいいっすね。寿司ですよ、作るの。寿司、そういうのが寿司になるの。すぎるんです。緑色なのに、緑色かけられない。緑色なのに寿司握っていいの。魚はさばけ
けないので、魚さばけない、ね、まあ、柵のものを切るのが切って、お寿司の、すっごい寿司食べたくなるんですよ、その後。僕、寿司が好きなんで寿司を作るんです、うん、もうまんまなんですけど、うん、はいはい、食べてもらいたいですね。もう、ぜひ披露するね、イベントとかもいいんじゃないですか。生物なんでダメなのか、そっか、あんまり厳しいですね。資格がない人がやっちゃダメって、うん、料理とよ、もうここ池袋ホタイズさんの料理めちゃくちゃうまいです。めちゃ美味しいですよね。今日もあの会場貸していただいたりとかね、僕さっき飲み物だったりチキン南蛮丼食べました。あ、めちゃくちゃうまかったです。いい、私も早く食べたい。ありがとうございます。ね、もっといろいろ美味しい食べ物があるので、はいはい、すごいおしゃれでしかも、うん、あ、そうなんだ、全然見なかった、見たことなかった。でも誰か探してるんですか。違う違う、眩しい、眩しいだけですか。なんか好きなことか、確かに言えないですよ。なんか好きな人か誰か来てんのかなと思いながら、あ、え、来ててもいいでしょ。えダメ。いいですけど、いいでしょ、別にいいですけど、紹介してくださいね。好きな子、うん、好きだっていうだけで。そう言ったらもう私が話しかけに、一番めんどくさそう。めんどくさくないですよ。川野田さんが来た、来た来た来た、年末、いや、年末、最後ね、年末ね、しかもね、今日、今年最後のやつある。ありがとうございます。で、あの、ほら、まだ歌のパートも、まあ、まだそうですね、はい、ね、本当にあの歳三さんの、はい、歌はね、いろんな番組でかかってるんですよ、ね、流していただきますね。あとはココさんのね、はい、番組 MC やってる、のもう一本のマイク使ってください、はい、あ、もう入んなくても大丈夫ですよ。キーパーの身の毛を感じている国民さんが出ないことに、はいはい、あ、すごい、みんな来た、みんな来た、みんな来た、最後ですから、うまそうですね、やってるんですけど、そちらも万引き G メン、全然違う、全然違う、カモンカモンと先歌うたってましたでしょ。ね、今あの競馬の方のラジオのオープニングテーマ曲で楽曲提供していただいてまして、はい、あ、そうなん、土曜日ですね、はい、土曜日19時からの競馬の魅力発信ゴールデンサタデーナイトって、 MC も一人あの20代の男の子、翼っていう子いるんですけど、この間お会いしました。ちょっと変わってる面白い子ね、その子と2人でちょっと競馬の魅力をね発信して、今ちょっと番組宣伝してる、それで流してもらってから、ちょっとあちこちいろんなところから、はい、あ、そうなんですか、はい、そう、あのね、評判がいい曲なんですよね。ありがとうございます。やっぱ素晴らしい、ね、25周年ですから、25周年です、盛り上がってありがとうございます。浅草ですよね、浅草。はい、浅草です。僕、浅草で働いてるんです、実は。で、あ、あの、あれですよね、花屋敷の中にライブハウスがある。あ、そうなんです。花屋敷の中に、珍しい、ライブホールですね、うんうん。はい。だから、遊園地で遊んで、そのまま、あ、行けるんだ。ライブ行けちゃうよっていうね。でも、基本的に浅草ゴールドサウンズっていうところで働いてて、そこを拠点にパフノイドさんやってますので、もう聞いてね、よかったらぜひ、ぜひ、パフノイドを。はい、そして歳三さんを応援していただけたらと思います。はい、よろしくお願いします。もうね、あの、本当にね、しよう、あの池袋 FM の、 あの、ね、データの中にはね、うん、あのね、パフノイドさんのね、あの曲がいっぱい入ってますから、はい、あの他の番組にももしよかったら、はい、パフノイドの曲をかけてくださいっていうのがかかりますから、はい、よろしくお願いします。ちなみにあの、はい、新しい音源もできるんで、おー、はい、はい、ママね、よろしくお願いします、はい、25周年盛り上がってよかったね。よかったです、ね、ラジオ、ありがとうございます。ラジオあちこち、お疲れ様、ありがとうございます。この番組でね、申し訳ないです、はい、もうちょっと真面目な番組でね、皆様ありがとうございます、ね、そう、盛り上がってよかったねってこっちが言う言葉じゃない。もうエンディングに近いですか、最後で皆さん、これちょっと聞いていただいてね、うん、はい、そうですね、そうです、まだですね、ちょっと全然見てなかったんでわかんないですけど、はい、まだですかね、まだ、まだです、なんかまあ、ちょっと言い足りないこととかないですか、大丈夫ですか。急に44歳、同級生仲間、カメラマンさんも44歳です。万引き姫と捕まった。今日ほとんど寝てない3人組、そう、3人組になります。もう本当に寝てない世代、寝てない世代、ライブのエンディング感がいいですね。そうですね、お笑いライブをね、ちょっとね、音入ってないんで大丈夫ですか。懐かしい、懐かしい、思いますか。あと、なんか宣伝とかね、ちょっとあれば、はい、宣伝してください。あ、25周年なんとちょっと言いづらいんですけど、あの、私今年10周年でした。おめでとうございます。ありがとうございます。10年頑張りました。
り15年頑張ります。はい、あ、追いつくだろうね。なんで25年で終わっちゃうの。あ、ちなみにあの自分ハロプロ大好き芸人で、ハロプロも今年25周年なので、あ、同期なんですね。そう、同期みたいで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。ハロプロの何これ、ハロプロ関係者、ハロプロ関係者、あの将来的にはあのステージに一緒に立ちたい。あ、素晴らしいですね。いい目標っていうのを思ってます。いい目標、はい、ありがとうございました。かけるのびっくりした。今あの、まあ、あの今日の、来週の24時にかけるのびの放送が池袋 FM でありますので、なんか今日日付変わる瞬間に再生ボタンを押してもらえれば聞けますので、今日はあの僕がマチコンに行った話、はい、ちょっとじゃあ切ります、すいません、そろそろ時間になります。もうそろそろ、はい、もう言ってる曲ですよ、言ってる曲、はい、聞きましょう、皆さん、上戸井戸の歳三さん、皆さん聞きましょうか、じゃあ歳三さんの曲、ぜひ聴いてください。よろしくお願いします、はい、あ、みんな吐けなきゃいけないね、みんなで、ね、ゴーゴーってやろうかなと思って、まあ、いっか、はい、皆さん聞いてください、邪魔になっちゃうんでね。ということで、配信はこれで、終了になりますね。皆さんの見てる前で怒られるみたいな恥ずかしいですけど、かわいい、かわいい。あとちゃん、ちょっと配信で、ということで、配信を見てる皆様ありがとうございます。どこ向いていいのかちょっとわからないですけど、はい、ということで、今日で、ね、これで、公開収録の、終わりになります。はい、じゃあ最後にね、今日出てくれた方、すみません、ね、座ってるのにね、はい、今日で、ね、頑張っていただきましたココさん、そしてパーソナルトレーナー村田さんです、ありがとうございました、ね、はい、そして、次が大地さん、じゃあ、ね、よろしくお願いします、ありがとうございます。そして、長井蘭さん、あ、ここ上がったらダメだと怒られるのに、はい、ということで、ミヤペニアさんです、ね、はい、ということで、そして歳三さん、そして影子奈美さんということでね、ありがとうございました。ということでですね、皆さんちょっとそれぞれね、また宣伝とかあるんですけれども、またね、チェックしていただいてということで、配信見てくださってる方々、ありがとうございました。ありがとうございます。終わりでいいですか、はい、締めていいですよ、はい、お願いします。ありがとうございました。で、ここでもう全部終わりなんですけども、ゲームをしたいと思います。ゲーム聞いてないですね、俺何も言ってないもん、何も言ってない、大入り袋ゲームをやりたいと思います。これはちゃんとお金が入ってまして、あ、まあまあどっちでもいいんですけど、まあ、皆さん使うためです。ちょっと予算の都合上、基本全部1000円入ってます。1000円全部入ってるんですけど、1枚だけ5000円入ってます。この辺がごめんなさい、いや本当は満冊入れたかったんですけど、予算の都合で5000円しか入れない、まあ、あとは、ね、気使っちゃうと思うんで、1枚だけもらっちゃったら、ということで、全員分ございます。俺もわかりません、はい、ということで皆さんにちょっと1枚ずつ取っていただいて、1枚ずつ、あれ、うわ、ただ運ってこと、もう全部ね、先にどうぞ、あ、1枚取る、はいはいはい、どうぞ、1枚ダメだ、そうだ、なしこのままだよ、はい、残り物がいい、はい、あー、あーすごい、これめっちゃ、そうそう、もちろん、はい、あと、よし、はい、じゃあこれで皆さんね、見ていただいて、ドラフト的な感じで、当たった人はやったってなりますから、目当てに来たお客さん、ドリンクをね、おごってもらってください。はい、どうぞどうぞ。はい、これ今見ていいですか、あ、やっていいですよ、はい、開けます、せーの、これが1000円、おー、いいなぁ、はいはいはい、あ、別に関係なく、みんなでチキン南蛮丼が美味しいって言ってたから、あ、言ってた言ってた、聞いた聞いた、ごちそうさまです。ということで、ありがとうございました。収録はこれで終わりです。これゲームゲームゲームあんまりお金出さない方がいい、大丈夫です。
ということで、ありがとうございます。そしてですね、ここからこの交流会パートになりまして、もしよかったら、ね、番組に出てくださってる方、よかったら、ここで皆さんにもちょっとご挨拶するの多分めんどくさいと思うんで、ここで一回やっちゃった方が多分早いと思うんで、よかったらどうですか？あ、普段だけ出てるこっちでしょ、ね、いかがですか？ないですか？よかったら一緒にお話しません？大丈夫ですか？言っちゃった方がいいですよ。すみません、僕 SNS であの反抗写真というのやってまして、皆さん写真を撮ってもいいですか？あ、じゃあ NG な人はちょっとしゃがんといていただいて、こっち側で写真撮りますので、あ、もう降りた人だ、はい、みんな写りますね、はい、OK な人、はい、みんなすみません、これ勝手に SNS あげます、すみません、チャンネル登録、そして高評価お願いします。そして川野チャンネルは毎日17時に新作動画をアップしているぜ、それでベルマークみたいなのがあるんだけども、それをやっておくとライブ配信もやってるから、いち早くチェックできるぜ。チャンネル登録お願いします。別の動画も見てね。